ース学校課長スペースタイタニシナブーモリータ。ボンソワードメダムエッムシュって、じゃあこの CG 森田さんがやったってこと？金髪だー。嘘。知らないよ。何それ？どういうこと？静かにしてください。他の患者さんに迷惑ですよ。あ、すいません。みんな静かに。みんな静かにしろ。スピーチが始まる。参ったな。何を話したらいいんだ。いきなりこんなところに出されちゃって。スピーチは苦手なんだ。じゃあ苦手なので簡単に。まずキャラデザインから CG アクション、背景効果にモーションキャプチャーのモデルまで、君の才能に全て任せるとか言って途中から全部丸投げにして僕に押し付けて、話が違うんでおいとましますと日本に帰ろうとしたか弱い僕をアリゾナの砂漠のスタジオに1年にわたって軟禁して、しまいには公開に間に合わないからと CG だけでなくマットペインティングで背景までっつうか、ぶっちゃけ明日使うんでみたいな気さくに頼んでくれちゃって、しかも As feeling でってどういうこと、設定資料もなしでは書けませんという僕の悲痛かつ真っ当な訴えに、にっこり微笑んで分厚い脚本を差し出したりして、つうかこれ脚本じゃん、僕が欲しいのは設定資料なんですけどみたいな、しかもラストの方なんか白紙なんですけどみたいな、挙句の果てにはこれまた気さくに、ヘイシノブ、君はこのラストどうなると思うとか言い出したり、眠いんで適当に答えたらそのまんま使われたり、つかそこまでしたらちっとも簡単じゃねえみたいな、興行収益半分よこしやがれみたいな、しかもあとはよろしくとか言ってとっととバカンスに出発して、今日はなんと欠席してる監督のピーター・ルーカスに、森田さん、なんでどこに行ってものびのびといろんなことをしてかしてくれるの？キャラの用具全額使って弁護士雇って俺はここに戻ってくる。次に会う時は表だ。弁護士さんの5万円はもぎ取ってやる。I'll be back。 私知ってる人、テレビで見た池本さん、病室では静かに。すいません、すいません。ああ。もともと普通じゃなかったけどさ。帰ってくる。森田さんがアメリカ、いつ帰ってくるんですか？さあ、半年ぐらいじゃないのか。半年？帰ってきてほしい？帰ってきてほしくない？帰ってきてほしくない。やりたいこと全部やってみれるまで頑張るのがいいと思う。森田さんが戻ってきたら、彼女は、そして俺は、看護師さん、お水。あれ、いつの間に、ここは天国。懐かしいクラスメートの顔が走馬灯のように。軽い脳震盪のようですね。外来へ回ってください。それではお次の方。すいません、帰りました。行こう。竹本君、また明日ね。みんな。